定価は多分440万とかする。はい、こんにちは、リスタイルの仕方です。そう、今日はこちらのカッシーナ社のシゲイラソファーっていう、こちらピエロ・リッソーニっていうイタリアの建築家でありプロダクトデザイナーがデザインしたものですね。まあ、カッシーナはもちろん B&B イタリア、ノール、カルテル、フリッツ・ハンセンとかフロスとか、まあ、名だたるインテリアブランドのデザインをいろいろやってます。まあ、今なくなっちゃったけど、カッシーナの名古屋店の内装とか、うん、のデザインをしたり、なんかマンションのデザインをしたりもしてるよね。56年生まれだったから68歳とかの、割と若い頃からね活躍しているデザイナーだと思います。これね、うん、今この、ま、ハイバックっていうか、ま、ハイまではないんだけど、うんうん、割とこう背中をフォールドしてくれる3段階かな。まあ1だよね、うん、はい、2、3。まあ持たれたい時はこうやっとけばいいよね。この L 字でめっちゃ広いリビングに置くから、壁につけないよね多分。なのでこれを下げとくことで目通りが良くなって広く感じると思います。こんだけのデカさで背が高いとやっぱりちょっとだいぶ圧迫感があるけど、うん、これを下げることでだいぶ低いでしょ。確かに。構造としてはスチールの足の上にこのモールドウレタンのクッションが乗って、背中のクッションも乗って、肘もついてるっていう感じ。はい、分解できるってことですか。分解バラバラになる。ね、モールドウレタンの上にフェザーがちょっとパッティングされてる、要は敷いてある。ここもだいぶぶっといから、多少ちょっとテーブル代わり。3m10×2m80。両肘のソファー、片肘の二人掛けって感じだけど、ちょっとそれぞれバラバラでは使えないんだよ、うん。使いたいところだけど、ここに間に足があって、これがこの2つの足を兼用してるの。だからこれをバラして使うとかとが残念ながらできない。何畳ぐらいのリビングかなんか。30畳以上。そうですね、30畳以上はないとちょっと、ね、広い LDK で使うようにデザインされてるんだと思います。定価は多分440万とかする。現行はもうちょっと今は廃盤になってるのか、数年前に。そんなに使用感ないです。まあ、ちょこちょこ傷ありますけどね、まあ、中古なんで。はい、うん、いいと思いますよ。今日はラグジュアリーブランドの定番ですね、カッシーナの、シゲラソファーですね。ピエロ・リッソーニデザインのソファーをご紹介いたしました。家具選びの参考になればと思います。リスタイルではこういったデザイナーズ家具、ヴィンテージ家具の、販売買取もやっております。概要欄の方にリンク貼ってありますので、ぜひそちらからご覧ください。ありがとうございました。